スマート農業のですね導入によって大きく変わったのは、やっぱり一番作業効率という面では労働力の確保が難しい中で、その少人数でも作業できるっていうところが大きいと思います。で特にロボットトラクター、ロボトラですねについては、私一人で2台のトラクターを動かしたりだとか、そういうことが可能になりますので、大幅な作業効率の向上につながります。そのスマート農業機械を導入することによって時間の確保ができるようになりました。それがすごくメリットとしてありまして、例えばそのどんどん農作業というのは日々ですね、違う作業がこう順次進行していくんですけれども、上手にこう時間を使えるようになったっていうのもメリットとしてあります。っていうのは今までですね、例えばその天候にも左右される作業なので、どうしても時間がかかってしまって後々こう詰まってしまうようなことがあったんですけれども、そこをですねスマート農業機械を導入することによって効率化が図れたことによって、そういうようなメリットも出てまいりました。2年間のプロジェクトの活動内容を一部ご紹介します。新十津川中学校総合的な学習、働くこと、今の農業と未来の農業。新十津川中学校総合的な学習第2回、働くこと、働く喜び。新十津川農業高校農業授業、スマート農業から見る農業経営栽培技術。スマート農業教育動画小学生視聴。農薬散布用ドローン、自動飛行、小学生、農業高校生見学会。この実証プロジェクトの実証項目は全部で12項目。一部の達成状況を紹介します。補助データにより、可変施肥、作業実証。補助内での生育ムラを解消し、品質の均一化を図るための実証です。補助のデータ収集をし、そのデータをもとに肥料散布機にて可変施肥を行い、2019年と2020年を比べたところ、ムラが抑えられたことが確認されました。ロボットトラクター協調作業実証。面積ベースで後期では 46%、 白柿では 71% をロボトラ協調作業にて実施することができました。ロボトラ活用により農業者による作業負担は 86% から 67% へと減少しました。直進アシスト田植え機作業実証。令和元年に導入した直進アシスト田植え機を活用し、家族の役割分担および作業体系を見直したことで 25% の作業効率化が実現できました。今まで運転したことのなかった女性オペレーターも活躍しました。自動運転職務終了コンバイン作業実証。手動のコンバイン操作の場合には刈り残しを防ぐために1畳分を重ねて刈り取りをしていましたが、自動コンバインの場合はきっちり刈り取れるために作業時間の削減につながりました。町山麓でも GPS 田植え機や農薬散布用ドローンなどのスマート農業機械の導入補助を行っており、農家の皆様にスマート農業技術が普及してきております。さらにスマート農業プロジェクトにより旧産経きつい汚い危険から新産経かっこいい稼げる感動するへイメージ変化させ、小中学生へも授業を通じて農業の魅力を力強く発信してまいります。これらの総合的な取り組みを新十津川モデルとして今後も取り組んでいき、農家の皆さんが安心して米作りができる町にしていきたいと考えています。このプロジェクトを通じて新十津川は最先端のスマート農業地域になったと感じております。
高品質糧食米米を、それを家族経営で実践していきたいと強く思っております。この新十津川が日本一の米産地にしたいと、そのように考えております。